4時半ちょっと前かな、平湯のバスターミナルです、今日は上高地から入って奥方に行きたいと思います、乗り合いのバスで、上高地入りたいと思いますので、まもなく出発かもしれませんね。皆さん多分そぼってるかなと思いながら、ね、日は4時半ですね。じゃあ行っていきたいと思います。お疲れ様です。おばちゃんみーこです。この動画はアラカンおばちゃんののんびりな山旅を一人称目線動画でお送りしております。そしてご覧いただいた方が私と一緒に山旅をしている気分になっていただけたら大変嬉しいです。今回は秋の唐沢から奥穂高に行ってまいりました。ルートは上高地から徳沢園、漁港、そして唐沢ヒュッテ、そして穂高岳山荘の1日目。2日目は穂高岳山荘から唐沢岳、奥穂高、そして上高地に戻るというルートになっております。三段紅葉という雪と紅葉と、そしてまだね緑が残るというちょっとね貴重な紅葉を見てまいりました。それでは最後までご視聴いただけたら大変嬉しいです。ただいまの時刻5時10分まだなってないかな、上高地、かっぱ橋手前のね観光センターバスターミナルにやってまいりました。タクシーで乗り込んだ人たちがね結構いますね。まずここで身支度をして出かけたいと思いますね。うっすらだったけど白かったです。本当だ本当だ、ただいまの時刻5時20分になりました、準備も整ったので出発したいと思います。かっぱ橋まで来ました。白、うっすら白白。ということでおはようございます。おばちゃんみーこです。今日は奥穂行きますよ。とりあえず穂高岳山荘まで頑張って1日目で行きたいと思ってます。頑張ります。行っちゃった、目の前に行った色が一緒で気がつかんかった。うん、落ち葉と一緒で気がつかんかった。あそこに2023年7月7日。どれがどれだって話やね。いっぱいあるもんだ、あっちあれピラミッドか、うん、突拍かピラミッドか、多分ちゃんとやっとるから、ちょっと動いた。ただいまの時刻6時5分です、明神館到着しました。気持ちちょっと早めの足取りで来ました。今日はね先が長いからちょっと早め早めで歩いてます。あ、朝日の子いいね、いいですね。こんな時間帯に来たことはあんまりないけど、ここゴールデンウィークに行った来た時の何時以来でしょうか。ここから徳沢まで3.4キロです。今日はね、6時57分です。7時までにここに到着したかったんですが、到着できました。テントいっぱいですね。7時13分ですね。
旅行に向けて出発します。相変わらず水はありませんね。夏来たけどなかった。やっぱ水ないね。金沢まで結構ね、これで人がいっぱいで渋滞しそうですね。17分、横到着です。そうだね、手袋するだけでもちょっと違うけど、で8時前に旅行に着きたかったので、まあいいタイムで来たと思います。ちょっとだけここでね、長めの休憩をして、カラサに向かいたいと思います。たくさんのテントですね。すごい。出発。ここから先は登山エリアです。ヘッドランプを卵に使う。登山準備のない方は入山をお控えください。カラソンの方はここ西日本に入山を控えてください。で一応中10分はいろいろ書いてあります。ここからが基本的に言うと登山ルートになる感じですね。いよいよ登山が始まります。カラソンに向けて2時間半ぐらいですね。頑張って歩きたいと思います。登りが始まりましたね。生い茂ってなかったね。ちょっと休憩します。時刻、9時40分回りました。ここから1時間ぐらいで SG で、そこから30分でヒュッてということになります。はい、上りの方本当上大渋滞してますので、ということです。上は大渋滞だそうです。
ここが一応あのなんていうの中継地じゃないけどあのコースタイムの基準点だと。この沢のあの橋からあそこまで1時間10分。ヒュッテでご飯食べます。唐揚げとカレーとラーメンです。え、カラー君メガムヤナカレーでね、あ、やっぱりね。ここで動画の途中ですが、チャンネル登録よろしくお願いいたします。それと通知ボタン、ベルマークをクリックまたはタップをしていただけると私の動画の通知が届くようになります。ぜひそちらの方もよろしくお願いいたします。それでは続きをどうぞ。これからあっちに上がります。12時30分ちょっと回りました。なんか37分出発します。まずは、ま、3時、小屋3時目標、3時で行けたらいいなって。在店取り付きまで1時間頑張ります。天気良くなるけど冷え込むかもよね。
で。私チェーンスパスつけようかな。でも2時ここからチェーンスパイクつけました。で、ヘルメットも一応装着今回はいたします。やっぱりここからはちょっと安全第一で、今までも安全第一でしたが、これ安全に行きたいと思います。やっぱチェンスは吐くとら、雪噛むわ、氷噛むよ、いいよ、やっぱりいるね。よいしょ。つらら発見。よいしょ。よいしょ。10分です。ただいまの時刻3時半です。大阪そろそろ到着。しんどかった。めっちゃしんどかった。なんか報われた気がします。私の気持ちが。ああしんどかった。ただいま時刻3時半ちょっと回ったぐらいの時間ですが、ようやく穂高岳山荘到着しました。なんとか1日ここまで来れました。よかったです、よかったです、疲れました。では、あ、おしるこ食べたいな。このあれかわいいね。おかわり自由です。いただきます。あ、一緒に食べてます。おはようござ
ございます。ただいまの時刻5時17分前だとこかな。今日はねお天気結構良い感じです。今の風もあまりなくていい感じですね。ごめんなさいね、ぶれてますね。今から唐沢岳を上がって、奥方にあたるモルゲンを見ようと思って上がり行こうと思ってます。結構ね昨日冷え込んだのもあって、路面、結構雪でしっかりしてます。なのでチェーンスパもかかりやすくていいかと思ってます。それでは出発したいと思います。5時43分、唐沢岳到着しました。だいぶ赤くなってきてますね。空がすごい綺麗。あ、上にこう伸びてるね。縦に柱が。6時12分、山荘まで降りてきました。ちょっとね、朝ごはん食べて、自宅して、奥方、今度こっちに登りたいと思います。ただいまの時刻、6時50分ちょっと、回りました。奥方、行きたいと思います。みんなね、結構上がってますよ。休憩していい？死んだよ。あっち上がって戻ってきてる。死んだよ。
やりきれやったよ、モルゲン。ようやく山頂見えてまいりました。山頂ね、もうちょっとです。はい、山頂です。大渋滞しております。20分です。穂高山頂です。奥穂峰登頂ですね。結局雪シーズン2回目になりました。今回は、まあ雪少ないのでチェーンスパイクで上がってこれましたけど、まあしんどいです。やっぱりどこ行ってもしんどいです。でも綺麗な景色は見れそうです。穂高山頂のお社になります。ちょっとね混雑してるんで下山の時間も気になるので私はもうこのまま降りちゃいと思います。ま、皆さん頑張って登ってこられたのでお疲れ様でした。いやいやいや、もう私はもうここで降りておりますんで、お疲れ様です。それからということで下山します。次写真撮る方、はい、やりが近い。奥、あ、だいぶ立山とか地方面が見えるようになってきましたね。抜けてきたかもしれない。あ、うん、汗よりガスが抜けてきたかもしれませんね。うん、雲海まで見えてますね。いいですね。あ、こっちも、乗鞍の奥が御嶽が見えてますね。で、あっちが多分白山になるんじゃないかな。この辺が見えるかな。
口五郎とかあれでこの辺にあるのがかな、薬師だったりするのかな。裏銀じゃないな、すごろくからずっと来るルートですね。でこっちが、表銀だ、向こう側に、裏銀座になりますね。顔が映らないようにちゃんと撮ってるからね。お、二人、はいはい、はいはい。撮れるかな。逆にこっち撮ってもらおうかな。はい。ね、今の時刻8時26分。ここで削ってきました。だけ身支度して降りる準備して伺います。8時45分、下山開始します。穂高岳山荘降りてきます。バイバイ、また来ますね。一番の今日の難所の最前降りるとこじゃないかなと思います。私はゆっくり行ってきます。9時48分、財前無事降りて次下へ降りてきます。約1時間ぐらいでね、財前降りてくることができました。よっこしょ。チェーンスパイクはもうちょっとしばらくつけて、小屋のあたりまで行ってから外すかもしれませんね。途中で外すかもしれませんけど、とりあえずそんな感じします。10時26分まもなく唐沢小屋まで到着します。あ、危ない。なんとか11時前ぐらいまでには唐沢ユッタまで降りそうかな。とにかく膝痛いし、雪だるまさん、あちは猫さんだと思います。穂高岳山荘の朝ごはんの会いっぱい、あ、お弁当です。全然食べてないもん。いただきます。
やっとご飯にありつけれる。そうの方が良さ、良いね。良い、絶対良いと思う。絶対いいね。これ見た感じ。うん。で、頬張寿司ね。いいね。これ、うん、これ鮎の感じ。鮎？じゃないこれ。これ弁当やと。弁当の方がいいね。お弁当です。鮎の弟。これは豚汁とおでんです。やっと朝ごはんにありつけます。いただきます。10時59分、唐沢小屋出発。遅い遅い、めちゃめちゃ遅い。昼ごはん兼用の朝ごはんを食べたような気がします。でもめちゃめちゃ美味しかったです。11時3分、唐沢ヒュッテまで行きました。ね、小屋からすぐですからね。前回来たジャグオルズウィークの時は、雪の中を降りてまいりました。小高降りてからね、雪がたくさん降っちゃったんで真っ白の中を歩いて下山してきましたけどね。12時10何分かな。あ、ごめんなさい、すいません、降りてきちゃいました。すいませんでした。ほったり橋ちょっと休憩して出発いたします。行きは下を渡ったので帰りはこの上側を渡りたいと思います。歩くリズムが合わないんだけど。待って待って、ちょっと待って、めっちゃ揺れとるし、誰よ誰だよ揺らす、揺らすのは。はい、1時10分になりました。横の橋まで戻ってまいりました。この階段きつい、階段きつい。トイレとか行きたい。向こうの戦争。キョちゃん、疲れた。疲れました。ただいまの時刻、2時28分。特捜を通過していきます。雨が降る前にバスターミナルまで帰りたいです。はい、行く行く。今3時56分です。カパバスです。雨降ってるのでこのままバスターミナルに向かいます。4時2分です。ターミナル、バスターミナル満杯です。とてもバスに乗れるようじゃないのでタクシーに乗って帰ろうかと思います。タクシーが2時間待ちということなので、バスで帰ることにします。とりあえず並びに行こうかな。じゃあバイバイ。
最後までご視聴ありがとうございます。よろしければ高評価チャンネル登録をよろしくお願いいたします。 Twitter、Instagram の方も見ていただけたら嬉しいです。